日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は明けましておめでとうございますについて。はい、皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今2022年が始まりました。2022年の1月1日になりました。1月1日、ね、1月1ですね。ちょっと特別な日ですね。1年の始まり、2022年が始まりました。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。こういうふうに挨拶をします。で、まあどうぞはあってもなくてもいいです。明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますでもいいし、明けましておめでとうございます、今年もどうぞよろしくお願いします、今年もですからね。いつもいつも、よろしくお願いします、ね、去年も今年も、2022年正月、お正月になると、たくさんの人は今年の抱負を考えます。抱負というのは今年のゴールみたいなものですね。今年やりたいことありますか？皆さん何かありますか？今年の抱負、今年やりたいこと、何かありますか？例えば、今年は JLPT の3級に合格したいとか、今年は車の免許証を取りたい。ね、免許というのはライセンスのことですね。今年は車の免許を取りたいとか、今年は日本に行きたいとか。まあ、日本に行くというのは、ちょっと、抱負としては、ちょっと、変じゃないけど、まあ、どちらかというと、抱負は、何か努力をして、手に入れるものの方がいいかもしれない。ね、普通は、なんかこう、今年は、まあ、勉強とかね、やっぱり勉強、その JLPT 3級に合格したい。それはとてもいい抱負だと思いますね。なんか、例えば今年の抱負は、車を買いたいとかね、今年の抱負は、ルイ・ヴィトンのバッグを買いたい。これちょっと変ですよね。はい。そういうのじゃなくて、何かこう、努力をして手に入れるもの。今年は、何かありますか？僕はですね、いつものように続けること、ね。今年の抱負は続けることです。ポッドキャストを続ける。自分のプロジェクト、いろいろありますから、それを続ける、ね。頑張って続ける。あと、健康に生活する、ね。健康です。これも大事。健康第一。健康が一番大事です。皆さんも健康に気をつけて、今年、2022年も一緒に頑張っていきましょう。それではまた今度。さようなら、さようなら。またね、またね、またね。